せ、先生、主殿、せーの、明けましておめでとうございます。その、先生、今年もよろしくお願いします。主殿、主殿、伊豆野は去年に引き続き今年も主殿に新年のご挨拶ができて嬉しいです。去年は主殿と忍術修行をしましたが、今年はつくよ殿と二人で参りました。年の初めから挨拶するのが私で、そのすみません、新年早々お邪魔ではないでしょうか。何を言ってるんですか、つくよ殿。伊豆名も主殿もこうしてつくよ殿に会えてとっても嬉しいですよ。つくよ殿のおかげで今年はいい一年になりそうです。本当ですか、先生。ありがとうございます。それでは主殿、早速伊豆名とつくよ殿で考えた新しい忍法を見ていただきたいのですが、名付けて新色仕掛けの術。あの伊豆名ちゃん、そろそろ。忘れてました。新しい忍術はまた今度に置いておいて、主殿、今から出かけましょう。実は部長がお正月特別企画のみちるっちの動画を先生と一緒に撮りたいと言ってまして、部長は撮影の準備をしているので、その間に伊豆名たちで主殿も呼んできてほしいとの今年初の任務だったのです。さあさあ行きましょう主殿、伊豆名が目的地まで護衛しますので。先生、その今年も一緒によろしくお願いします。一緒ですよ主殿。